まさか、こんなところにメメクラゲがいるとは思わなかった。僕はたまたまこの夏の日のリアリズムで、メメクラゲに左腕を噛まれてしまったのだ。当然、静脈は切断された。真っ赤な血が止めどもなく流れ出した。僕は出血多量で死ぬかもしれない。一刻も早く医者へ行かなければならないのだ。しかし、不安ないなこの街で医者を探すのは容易なことではない。しかも切断された切り口と切り口がずれないよう右手でくっつけて合わせていなければならないので、走り回ることができないのだ。少しでもずれたりすると、たちまち血が吹き出してしまうのだ。医者はどこだ？どこを見渡しても、謎ばかり。Thank you.